こんにちは、モスマンです。勢いで来ちゃいましたアーリントン競馬場。今日はアーリントンミリオンデイということでね、入場料30ドルだそうです。高いですね。で、今初めてこのスティッチってやつを使ってますね。あ、スティッチじゃない、セルフィーっていうのかな、あの棒ですよね。これいつもはエクスペリアで撮影してるんですけど、これは iPhone で撮ってます。だからちょっと画質とかね、音声どうかなって思うんですけど、まあ晴れてね、とてもいいお天気なんで、競馬日和っちゃ競馬日和ですよね。まあちょっとこういう動画ね、お散歩系の動画初めて作るんで、どこまでうまく作れるかわかりませんが、とりあえずやってみようと思います。はい、ブレックス&モルター以外もね、セクレタリオットステークス、3歳限定の芝 G1 もありますし、今日はとても楽しみです。それでは行ってきます。さすがに今日はカーニバルデーだけやったら、パドックですかね。Presenting the field for the 2019 the Bruce D. Memorial on Sovereign Impact. Three Richmond rides for Earl Truster Jr. and trainer Cipriano Contreras' Contreras Stable Incorporated, Judas Nazareth Troops, Nick Visa, Peacock Stable of the Morris and Carey. Popcorn, めっちゃでかいですね。あんま混んでないですね。あんま混んでない、やっぱり競馬そんなにやっぱり人気ないですかね、アメリカね。でも今日のレーシングプログラム見てたらね、クールモアの馬来てますし、ライアン・ムーア騎手来てますよ。なのでヨーロッパの、調教師はね、まあ、エイダン・オブライン厩舎ですよね、結構マジで取りに来てるんですよね。ライアン・ムーア騎手を送り込んでるくらいですからね。なので関係者にとってはやっぱり賞金美味しいんですけど、シカゴに住んでる人にしてみたらね、マイナーかもしれないですね、競馬ってのは。Notably, oh, Doug O'Neill did. Oh, he did? I believe he did. Peter Miller didn't, though. What is the penultimate race? It's okay. It's okay. Wow. Oh, he's a nice picture. That's lovely. Yeah, I think he's a little lighter than when we saw him. At least we have him where this is a couple, I think. アイルランドからの遠征馬のね、キューミンさんが白人だからやっぱり目立ちますよね。アメリカの優勝はやっぱりヒスパニック系が多いですね。はい、ネバーモモア。I've got him from last November. He hadn't raced since the Belmont. His ankles were like mush. You could have stuck your finger in him. He was held together with duct tape and bubble gum and some baling wire.The scat daddies are known for bad ankles. Seven? Seven looks good. Body to point. 7番バリードポイントですね。アメリカの対象価格のものだと思いますね。スキャッダーに貢献しても欲しいですよね、一頭でも。やっぱストームキャット系は欲しいですよね。やっぱりアメリカ人ストームキャット大好きですよ。本当にストームキャット好きですね、アメリカの場合は。Really nice looking horse. He's a little finer than, you know how Warpunk's kind of squatty and he looks like Northern Dancer? Air Force Blue has a little more refinement. He's a really good looking horse.
タックは実際にタックアップ始めましたね。タックアップってのはクラつけのことなんですけど、お客さんの見てる前でクラつけするのがアメリカですね。可愛い顔してますね、日本は。And a couple of them are born, if you see Baracho or Casa Creed and Wild Medallion Doro, they were all in that same race. Who do you like? Yeah, it's Fog of War?うん、なんか入れ込んでる感じはないですね。むしろちょっとリラックスしすぎているような気がしないでもないくらい、ね、顔も落ち着いて目もなんかね優しい感じでバキバキに入れ込んでる感じも気合い入りまくってる感じでもないですよね、見た感じね。Well, ジョッキーまたがったら変わるかもですね、こういうのね。でもやっぱり耳がねピコピコしてるんでね、やっぱりちょっと、まあ、キャリアが浅い間なんでね、やっぱりちょっと人が多いので少し警戒してるのかもしれないですね。耳を見るとね馬の感情と分かるって言いますよね。はい、つけますね今からね、ちょっとズームアップ。これぐらいの観客がいるぐらいでね、入れ込んでくらつきませんでは競馬ができないんですよね。こういう環境に慣らすのも、まあ、いわゆるスクーリングですよね。スクールの INGK でスクーリングですよね。多分アイルランドから来て何回もスクーリングをやってるんでしょうね。3番のゼッケンつけた厩務員さんは、まあ、いわゆるかつての自分ですね。女性の厩務員さんの言うのはね、なんていうか普通すぎますよね。ちょっと日本が極端に少ない気がしませんか。ガラマンかバリューポイント、アメリカはノーマですね。僕は3番7番ですね。負けに変えるかな。ああ、やっぱりね、バリューポイントの方が気合が入ってる感もありますね。今くらついてもしかしたら気合い乗ってきたかもしれないですね。あとはライアン・ムーア騎手が乗っかって気合い乗るといいんですけどね、ちょっとこう馬が耳をねピコピコさせてこう少し緊張気味っていうか、まあ、リラックスしてるステッチ持ちながら競馬場ロールしてるの自分だけなんでちょっと恥ずかしいですね。周りはね結構ドレスアップした方もいるしね、一応襟付き着てきたんですけどね、もうちょっとなんかシャツぐらい着てくればよかったな。やっぱりカーニバルデーやね、本当にこうね女性のファッションもねすごく華やかですよね。後ろの人とかすごいね、後ろの女性すごいね、ファッションすごいですよね。エンターテイメント、エンターテイメント意外なんですけど、アーリントン競馬場喫煙 OK ですね。そこらかしこでタバコ吸ってる方がいますね。これ結構びっくりしましたね。アメリカでパブリックなエリアでタバコ吸えるのって結構珍しい気がしますね。そして地下馬道を横切ります、ね。はい、地下馬道ね普通に歩けんすよ、はい、普通に一般人横切んないと横行けないから、この辺が中央競馬ほどねガツガツに規制がきつくないところですよね。余裕で歩けるっていうね。じゃあちょっと本馬場の方に行ってみたいと思います。どっか行くんかね。Yeah.
skin problems when you're younger, and it's a barbaric practice. One thing that's interesting is that it's all してるようにやっぱりちょっと気合い入ってない気がするんですよね。ボロをするとね、緊張してないとか言いますよね。つまり集中してないとか言いますよね。よっしゃ、日本じゃ絶対無理なんですけど、地下馬道の手前の位置を取りましたよ。ここだったらね、馬場入りする馬を正面の角から取れるんですよね。これ日本じゃ絶対無理なポイント角ですよね。馬とやっぱり人が近いんでね、アメリカもオーストラリアも多分ヨーロッパもね。気合入ってますね、バンベートーベンね。これもアイルランドもいますね、気合入ってますね。むしろあれぐらい気合入ってほしいんですけどね。あ、来た。あ、でも気合入った入った入った、ちゃんと気合入ったよ。3番いいと思いますよ。今ちょっとね、やっぱ気合入った感じがする、ジョッキーに乗って。 M3 is a winner。 あと7番ですね、バリューポイントだった。Feel that horse, man. Feel that horse. あ、いいっすよ。7番いいよ。いい、めっちゃ馬が気合入ってるわ。Come on, Javier. あ、馬券買うなら7やな。あと、ダークホースで8番、キットンディジョイの女のね、あの、ラムゼイ夫妻の勝負服、R の勝負服ですね。8番もちょっと気をつけなきゃいけないですね。3番どうしようかな。パドックの気配がね、最後ちょっと気合乗ってましたけど、7番の気合のに素晴らしかったっすね。馬券買えるかな、ちょっと頑張ってみます。ネバモノモア、なんかちょっと気合乗り足りないんじゃないかな、大丈夫かなって気がしてきましたね。ちょっとね、パドックでボロする馬っていうのは、ね、気合が入ってない、集中してないなんて言いますからね。ムーア騎手が乗ってどうすかね。ちょっと僕あの馬勝ってほしいんですけどね、ノーネーネバーさんですからね。どうですかね、ちょっと微妙になってきた。正直パドックの気配はね、あんまり良くない。馬がリラックスしすぎてる気がしますね。どうすかね。ちょっと7番切りづらいですね、良すぎて。7から買いますね。7378、38三角馬券にしようかな。ワイド馬券って、俺アメリカ英語でワイドって分かんないよ。あ、バリットポイント、7番まだチャードブラウン厩舎ですね。チャードブラウン厩舎 G1 2連勝かな。
セクレタイエットステークス終わりました、パドックで僕が激褒めした7番勝ちましたね。だけど2着がね、ネバーノーモアじゃない方のクールモアの馬すね。2番人気ない方ですね。これ結構ちょっとしたアップセットですよ。馬券は外れたけど7番やっぱ勝ったね。めちゃめちゃパドックの雰囲気良かったですからね。もう一回動画巻き戻して見せようかな単勝買えばよかったな7番な。シャードブラウン級した G1 2連勝よ。ブリックス&モーターの今日の本命の、ね、前に G1 2連勝ですね。まあ、アメリカ勢がオブライエン級者の馬を撃退している形になっていますね。スキャットダディ3区で、ね、また1頭 G1 馬出てね、これ結構大きいですよね。やっぱりスキャットダディ今需要ありますからね。馬戻ってくるんでそっち移します。Still won.
から、今日の、ね、メインレースのアーリントンミリオンのパドックに馬入ってきますね。今それ待ってるんですけど、まあ、僕の目当ては当然ブリックサイドモーターですね。あのブリックサイドモーター の、まあ、あの歩きコンフォメーションそういったものが、ね、こう動画で撮れればいいなと思ってね、おそらく今年の北米の芝チャンピオンになる馬ですから、その辺しっかり撮って5年後10年後にこの動画がね誰かのお役に立つといいなと思いながら、これからねちょっと真剣にねあの撮影していきたいと思います。馬券はね外しましたね。セキュラダイオドステークス7番ね、よかった。1、2着ねスキャットラリーワンツーらしいですよ、ね、やっぱりのあのストームキャットですね。でブリックス&モーターもねストームキャットってことで、しっかりストームキャット系の種目はね、見ていきたいと思います。ジョッキーサインしてますね。結構ねこういうところもジョッキーとなんかファンが近い気がしますね。ちょっと中央競馬とはね違った環境かもしれませんね。2019年アーリントンミリオン3番ブリックス&モーター入ってきます。He's all that apples too. Look at the apples on 4. I mean, if you were judging their odds on how good their physical condition is, his body's, his body and his apples are amazing. There he is. 顔めっちゃジャイアンツ構図に似てるんですよ。そうですよ。Back to the pictures. Thank you.Argentina women are beautiful, so I have to vote for Argentina. They should have kept them in Argentina. Can he do the, There he is. Mimi が結構真横向いてピコピコしてるんでね、ちょっと緊張してるかもしれないですね、まだね。ちょっとね、耳がね、ピコピコしてる。
$4.3 million. No, not worth betting. No. What about number two? Nobody's worth betting except for the three. You just watch him and enjoy. What about number two? What do you think he's finding number two? Oh, I don't know. Any horse can win, come in second. かけてましたよね。そんなの日本だけの常識なんですよ、正直言って。さあ気合い乗ってほしいね。
Hello. Hey. ハミが遊んでるんですかね、右に持たれるんですかね、わかんないですね。でもアメリカの競馬は左回りですからね、右ずっとね、まあまあ、人間が右にいるんでね、右見ますけど、なんか右のハミが遊んでるかもしれないですね。あのね、左人間を左にした時もね、やっぱ右でちょっと遊んでるんですよね。あ、集中してほしいですね、競馬にね。言い出したんですかね、日本で。めちゃめちゃアメリカ人騒いでますけど最高の雰囲気ですね、今日は天気もいいしね。Have to raise the schedule 9 a.m.
アーリントン競馬場撮影終了です。お疲れ様でした。お目当てのブリックさんのモーターはしっかり勝ってくれて、しかもかなり強い勝ち方でしたよ。購入したね、シャライファームの関係者の方は今頃速報を見てよしって思ってると思いますよ。アイルランドの、ね、クールモア勢を蹴散らしての勝利なんで、これ価値ありますよね。そして、おそらくブリーダーズカップデイね、ターフかマイルか使ってくると思うんですけど、個人的にはクラシック挑戦して吉村あたりと戦ってほしいんですけどね。キーンランドの芝 G1 使ってくれそうだったら、僕またちょっとね、撮影に行こうかなと思ってますね。はい、にしてもね、スティッチ使ってのね撮影ってめっちゃ疲れます。もう超疲れた。ジロ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 見られるしね。あのアジア人にこの草厚いのに革の帽子かぶって何やってんだみたいな顔で、で東京でちょっとねマイクに向かって喋るとパドックでね、こいつ何喋ってんだみたいな顔してね、えらいジロジロ見られてね、ちょっと恥ずかしかったですね。パッと見ね、日本人っぽいね競馬ファンの方お二人いらっしゃいましたね。カメラ持って決勝点手前でね陣取って写真撮ってましたよ。やっぱり日本人の競馬ファンの方もねいるんだなと思って。何しろ今日天気良かったし、5時間半運転してわざわざシカゴまで来た回ありました。すごく楽しめました。この後はね、僕のもう一つの楽しみ、くら寿司あるんですよ、シカゴって。くら寿司マウントプロスペクトってね、アーリントハイツの隣の隣なんですけど、車で15分くらいですよ。なんでちょっと今日はラストくら寿司で寿司を5、6回つまんでまたオハイオ帰ろうと思います。ちょっとね動画長くなりそうでね、僕ねこれ帰ってから編集ちょっときついんですけど、でもこの動画最後までご覧になってくださった方どうもありがとうございます。初めてのねなんかロケ動画でね、もう何していいか分かんないし、恥ずかしいし疲れるし、いやこれからさらに編集待ってると思うとね、どっと疲れが出るんですけど、でもこの動画をねご覧になった方、もしかしたらね2025年とかさ2030年とかさ、ブリックさんのモーターが日本でねサクセスフルスタートになった後にご覧になってくれる方がいたとしたら、この動画をわざわざね撮るためにシカゴまで6時間車回してきて、編
練習頑張った甲斐がねきっとあると思うので、そうですね、まあ何事も一個一個ですね、こういうロケ動画もねあの企画ものでちょいちょい今後は作っていきたいと思ってます。最後までご覧いただきまして本当にどうもありがとうございました。またねー。